福岡から大分、宮崎を抜け、鹿児島へと至る東九州新幹線。1973年11月15日、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画に追加されたものの、その後建設に至る動きはなく、50年以上の月日が流れました。東九州新幹線については、これまで大分県が積極的に動き、当サイトでも東九州新幹線についてはいくつかの動画を配信させていただいております。しかし昨年から宮崎県も積極的な動きを見せ始め、新八代駅から宮崎駅を結ぶ通称新八代ルートなど、3つのルートを比較検討するための調査費用3400万円を2024年度予算に計上いたしました。果たして東九州新幹線は整備計画路線へと格上げされるのか。今回の動画では宮崎県が掲げる3つのルート、それぞれのメリット、デメリットをご紹介し、その実現性などを考えてみたいと思います。今回宮崎県が調査を行うのは、東九州新幹線日豊本線ルート、新八代ルート、そして東九州新幹線宮崎鹿児島先行ルートとなっています。まず東九州新幹線日豊本線ルートですが、これは本来の東九州新幹線ルートであり、小倉駅で分岐し、日豊本線に沿って大分宮崎を経由して鹿児島へと至るルートです。このルートについては以前こちらの動画でご紹介しておりますので、よろしければご覧になってみてください。駅の設置場所などは決まっておりませんが、宮崎県とその前後を見ると、佐伯、延岡、宮崎日南、都城小林、鹿児島大隅といったところが想定されており、佐伯から都城が日豊本線で 192.1km なのに対し、東九州新幹線では 170km とより直線的なルートが想定されています。所要時間は大分から宮崎が現行の3時間9分から48分へ、宮崎から鹿児島へ現行の2時間9分から29分へそれぞれ短縮されると推計されています。建設費用は小倉から鹿児島まで総延長 380km で総額2兆6730億円、宮崎県内部分は距離約 150km、 1兆430億円と試算されています。しかしこの金額は平成28年3月に公表された東九州新幹線調査報告書に記載されているもので、それからコロナの時期を挟み、資材費が高騰するなど状況は大きく変化しているため、建設費用は相当上振れしていると思われます。実際、この調査報告書において、小倉から大分の間の建設費用は7760億円とされていましたが、昨年大分県が新たに東九州新幹線九大本線ルートを選択肢の一つとして掲げ、その調査報告書が公表された際、日豊本線ルートの建設費用についても言及されており、その金額は8195億円と金額にして約400億円、約 6% の上方修正がされています。宮崎県内部分の1兆430億円も 6% 上方修正いたしますと、1兆1055億円となります。2つ目の新八代ルートですが、こちらは2023年11月、宮崎県議会において宮崎県知事が有力な選択肢の一つと方針を示したことから、東九州新幹線の新たなルートとして浮上してきたものです。このルートについてはまだ何も具体的なものはありませんが、大分県が試算いたしました九大本線ルートを参考に建設費用などを考えてみましょう。九大本線ルートは距離 106km で、路線の構造は路盤が 1%、橋梁 5%、高架橋 19%、トンネル 75% とされ、建設費用は8339億円と試算されました。一方、新八代駅から宮崎駅のルートでは、経由地など全く未定ですが、無理のないルートで一定の人口集積地を通ると考えると、人吉、そして小林あたりが経由地として無理がないと思います。このルートを直線で結ぶと約 112km となります。直線距離で九大本線ルートよりも若干長い程度となりますが、当然直線で結べるわけではないので、距離は 130km くらいになると思われます。
さらに新八代と宮崎の間では平野部が非常に限られているため、トンネル区間が多い九大本線ルートよりもさらにトンネルが多くなり、トンネル区間は 80% 近くになることも考えられます。これらを前提に私が考える建設費用は9000億円前後と試算いたしました。ちなみに所要時間ですが、仮に距離を 130km、 整備新幹線の一般的な標定速度時速 210km とした場合、この区間をノンストップで走ると所要時間は37分ほどになります。同じようなルートで高速バス B&S 宮崎が運行されており、これが新八代駅から宮崎駅への公共交通としては最速の移動手段となりますが、この所要時間が2時間20分から2時間25分。新幹線ができれば時間は4分の1ほどに短縮されます。これを博多を起点に考えますと、新八代まで博多から最速列車で50分ですので、博多から宮崎まで合計で1時間30分ほどになります。福岡空港から宮崎空港のフライトが約40分、福岡空港は博多駅から地下鉄で5分と大変アクセスが良く、宮崎空港も鉄道とバス双方でアクセス可能な非常に便利な土地にあるため、新幹線の1時間30分という所要時間では航空機を圧倒するほどではないと思われます。最後に3つ目のルートである東九州新幹線宮崎鹿児島先行ルートですが、これは東九州新幹線日豊本線ルートのうち宮崎と鹿児島の区間のみを先行開業しようとするものです。こちらも平成28年3月に公表された東九州新幹線調査報告書にデータが示されており、当該区間は距離が約 100km、 建設費用は7110億円とされています。しかしこの建設費用も情報修正する必要があり、同じように 6% 上乗せをいたしますと7537億円となります。この区間の所要時間は約30分とされており、現在の特急霧島では最速列車でも2時間以上かかるため、所要時間は4分の1以下に短縮されるものの、鹿児島を経由すると博多へはかなり大回りとなります。最速のみずほでも博多駅から鹿児島中央駅へは所要時間が1時間15分ほどであり、このルートで博多駅と宮崎駅を結ぶと約1時間45分となります。新八代ルートの所要時間1時間30分でも航空機との差はほとんどないため、鹿児島中央駅経由であれば航空機よりも所要時間で劣り、速達効果は宮崎と鹿児島の区間にとどまります。それではご紹介した3つのルートの比較、メリット・デメリットを考察していきたいと思います。まずこちらは3つのルートの主なデータを一覧にしたものです。日豊本線ルートは宮崎県内のデータとして、建設費用は先ほどご紹介した通り 6% の補正済みのものと私の推測によるものです。それではまず日豊本線ルートのメリットとデメリットですが、こちらの通りです。メリットとしては東九州新幹線本来のルートとしての正当性が挙げられ、宮崎県内では延岡、日向、宮崎、都城と南北全体をカバーし、県全体への新幹線波及効果が最も高くなります。当然それは東九州全体の経済活性化に寄与し、費用便益比といった数値が伴わないといけませんが、より大きな経済効果が得られるというのは一つのポイントになります。また新大阪、広島などへの直通が可能であり、関西、中国地方への距離も最短となります。一方のデメリットですが、全体では2兆円以上、宮崎県内だけでも1兆円以上という巨額の建設費は大変大きなネックとなります。また現状大分と宮崎だけが東九州新幹線に対して目立った動きをしているのに対し、福岡と鹿児島ではほとんど動きがありません。すでに新幹線がある福岡と鹿児島に対し、新幹線を熱望する大分と宮崎では温度差があっても当然と言えます。さらに日豊本線ルートでは小倉駅の位置から博多駅へ向かうにはスイッチバックが必要となります。フル規格新幹線でスイッチバックの例はなく、さらに小倉駅から博多駅の区間が JR 西日本の所有の山陽新幹線であることを考えると、このルートの場合新大阪直通は可能でも博多直通は非常に困難が伴います。博多直通を重視するのであれば、
福岡と大分を結ぶルートは日本本線ではなく九大本線ルートを選択すべきでしょう。次に新八代ルートのメリットですが、福岡、熊本へのアクセス向上が最初に挙げられます。航空機を除けば新幹線で新八代へ向かい、高速バス B&S 宮崎への乗り換えが最速ルートとなっており、この新幹線ルートはバスを置き換えるものとなります。また九州新幹線にそのまま乗り入れると考えると、車両の運用や山陽新幹線の線路容量なども考えないといけませんが、技術上新大阪広島への直通が可能となります。一方のデメリットですが、全体の費用は日豊本線ルートよりも低いものの、山岳地帯を抜けるトンネル区間が多くなり、建設費は巨額となることが予想されます。またこのルートは本来のルートとは全く別物となるため、東九州新幹線と呼べるのかどうか微妙であり、また本来のルート上にある延岡市や日向市への経済効果はほとんどありません。実際延岡市長は新八代ルートへの反発の声を上げており、このルートで県内のコンセンサスを得られるのかどうか微妙なところです。またこのルートでは航空機の所要時間とほとんど変わらず、速達効果が微妙であり、航空機の需要を新幹線へ転移させることができなければ利用者数が低迷することが懸念されます。そしてこれも大きな問題ですが、肥薩線の影響です。現在熊本県は全力を挙げて肥薩線の復旧に取り組んでいます。仮にこのルートに新幹線が整備されれば、肥薩線は確実に並行在来線となり、廃線もしくは第三セクターへの転換が求められます。また約9000億円と試算いたしました整備費用は、宮崎県だけではなく熊本県にも負担が必要となります。そのようなことを考えますと、熊本県がこのルートに賛成するとはちょっと考えづらいところです。最後に宮崎鹿児島先行ルートのメリットですが、これは東九州新幹線の部分開業といえ、本来のルートの一部であり、建設区間として正当性があることです。このルート上には宮崎都城という県内2大都市があるため、宮崎県内の経済活性化にも寄与いたします。そしてこのルートは以前配信いたしました東九州新幹線バーチャルツアーでも想定いたしましたが、鹿児島空港を無理なく経由することができるため、仮に鹿児島空港の地下に新幹線駅を作ることができれば、鹿児島県にも一定のメリットをもたらすことができます。また距離が短く建設費用も低いため着手しやすく、これも大きなメリットと言えます。一方でこのルートは南側の鹿児島周りとなるため、かなり大回りのルートとなり、このルートだけでは速達効果の低さは否めません。福岡宮崎で考えれば航空機にも遅れを取ることになり、速達効果は宮崎と鹿児島の区間に限定されます。そして鹿児島中央駅の構造から博多方面に直通する場合、スイッチバックが必要となり、これも運用上の大きな問題となります。さらに部分的な開業では県内全体への新幹線波及効果の薄さも懸念されるところです。しかしながらこれらのデメリットは、日豊本線ルート全体が建設される前段階として、その名の通り先行ルートとして開業し、その後東九州新幹線全線が開業するのであれば、これらのデメリットの多くは解消されます。ということで、それぞれのルートのメリット、デメリットを見てまいりましたが、どのルートも一長一短といったところで、最適解を見つけるのは非常に難しいところがあります。それでもあえて実現の可能性を探るとすれば、最も実現性が高いのは、将来的な東九州新幹線全線開業を前提とした上での宮崎鹿児島先行ルートの整備だと思います。その上で福岡大分は JR 九州のみで事業が可能な九大本線ルートを採択し、ここも合わせて先行開業といたします。九大本線ルートでは広島新大阪への時間がかかってしまうというデメリットがありますが、小倉駅の構造の問題、 JR 西日本との調整などを考えると、九大本線ルートの方がより実現性が高いと思います。そして最後に、大分と宮崎の間は東九州新幹線本来のルートである日豊本線ルートとして整備いたします。すぐに着手できなくとも、
九大本線プラス日豊本線ルートで東九州新幹線全体を整備するという前提がないと、延岡市や日向市などの賛同は得られないと思います。また新八代ルートは東九州新幹線のルートからは外れすぎており、ルート上にはない熊本県を巻き込むという時点で実現性が低く、また新幹線の整備ルートとしてそもそも認められないのではないかと思います。ただこれらはあくまで私個人の考えに基づくものであり、さらに東九州新幹線の実現性を最大限に高める方法を考えたということでもあります。建設費が2兆円以上にも及ぶ東九州新幹線の実現は極めて難しいこと、最後に改めて申し添えておきたいと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。